ご連絡先のお電話番号をお願いします。090 090とか現場まで急いでたとかされたんですか？いや、急いでないです。特に特に急いでない、はい。いや、あっち行ってんの全然もうスピード違反じゃないですか、あれ全部。あ、まあ、今測ってるのはこっち側なんで。あ、そんな両方をちょっと一緒に測れないんで、あっち行ったり、こっち測ったり、あっち測ったり、いろいろ。切符作ってる間に、今回の違反のご説明だけさせていただきます。はい、点数は2点になります。はい、過去2年以内に人身事故交通違反ございましたか？ないです。であれば、今日から3ヶ月間、無事故違反であれば、点数また0に戻ります。はい、点数戻るんですけど、履歴だけは残ってますんで、はい、更新の時の免許の帯の色とか、更新の時間等は変更がありますので、はいはい、ご了承いただければと思います。はい、反則金がありまして、はい、トラックですと、ちょっとあの点数上が、反則金上がってて、はい、2万円になります。2万 ?2 万円。で、金取りだな。福岡郵便局の窓口で、はい、あの期日まで、あの、宮城でも山形でもどこでも大丈夫ですんで、はい、あの、払っていただければ、それで違反終わりになりますので、はいはい、よろしくお願いします。これ39キロで走らないとダメってことですか？あ、まあ、そういうわけじゃないんですけど、はい、まあ、基本的には40キロ規制になってますので、はい、その法律に。これで1キロでもオーバーしてたらみんな捕まってるってことですか？そういうわけじゃないです。どういうわけなんですか？まあ、あの、速いなっていう、車を走ってるの、はい、まあ、あそこに現任の警察官がいるんですけど、はいはいはい、車速いなと感じたら、手元の計測ボタンを押します。はいはい、それで、あの、速度が記録されるので、その紙が出てきた、あの、持って違反の認定になります。はい、最悪だ。40キロ道路で22キロオーバー、点数2点、反則金2万円。あー、イライラする。キロで走ってない車なんかいっぱいいますけどね。銀行か郵便局で納めてください。これ平日じゃないとダメだってことですよね。そうですね。で、あの、宮城でも山形でもどちらでも使えますので、はい、結構40キロで走ってないのいっぱいいるんで全部捕まえてください。